さか、アスピドケロンとの融合を果たしたこの私が破れるとは。よかろう。今回は負けを認めよう。だが、結社の力はこの程度ではない。君たちはいずれ結社の真の恐怖を知るだろう。偉大なる結社に栄光あれ。戻ってきたのか。みんな無事みたいだよ。よかった。やったのね。私たちついにアスピドケロンを倒したのね。アデルペイン、どうしたんだ。みんな俺から離れろ。ドラゴンの力を抑えきれない。やめろ、来るな、来ないでくれ。アデルペイン、なぜ竜化を。許さぬぞ、愚かなる人の子よ。アデルペインじゃねえ。誰だお前。我はこの体の真なる支配者。我を矮小なる器に収めし人間よ。許さぬぞ。我が怒りを知るがいい。姿が変わった。そんな、あの姿は。我が名はバルバトス。我が怒りを、己の愚かさを知るがいい。やべえ、みんな避けろ。どうする、戦うか。アデルペイン、目を覚ましてくれ、アデルペイン。アデルペイン、君なのか。頼みがある。俺にとどめを刺してくれ。何を言うんだアデルペイン。俺は実の妹を。俺の犯した罪は今さら消えやしない。その上お前たちまで。頼む、これ以上俺に罪を重ねさせないでくれ。ダメ、もう力を。哀れなり。だが抵抗ももはやこれまで。そんな、またアデルペインの意識がドラゴンに。
滅びの時だ。我が身をもてあそんだ報いを受けよ、人間ども。クソ、どうすりゃいいんだよ。アデルペイン、危険です。アデルペインの前に出てはいけません。聞いてくれアデルペイン、君は自分に罪があると言った。ならまだ生きることを諦めるんじゃない。君に罪があるのなら罪を背負い生きていくことが贖罪じゃないのか。愚かな、今さら声など届くものか。その晩夕、死して後悔せよ。まずい、逃げろ。消えよ、我が前から、そしてこの世界から。アデルペイン、君が妹を手にかけたことは悲しいことだが、君の罪じゃない。君に罪があるとすれば、自分の運命をドラゴンに委ねる、その心の弱さだ。あ、ドラゴンの動きが止まった。お前の言葉聞いたよ。俺の罪は俺の心の弱さか。ああそうだ、その通りだ。いや、訂正するよ。君の心は弱くなんかない。その証拠にドラゴンにも打ち勝てたじゃないか。いや、やはり俺は弱い。お前たちがいなければあのままドラゴンに飲み込まれていただろう。だが、それでも俺は生きていく。心の弱さを抱えたトガ人として。あ、それがお前たちに教えられた贖罪なのだから。アデルペインたちはこれからどうするんだ。俺たちは結社を追う。ドクトルは倒したが、結社は巨大な組織だ。その根がどこまで張り巡らされているか想像もつかない。結社の真の恐怖とドクトルも最後に言っていましたね。ああ、大きな町のギルド長が結社の幹部だったこともある。帝国の宮廷内にさえ入り込んでいるかもしれない。その中ではドクトルも幹部の一人に過ぎないわ。俺たちの知らないところにそんな組織があったんだな。俺たちも何か打つ手を。いや、無理をするな。お前は自分の戦いで手一杯だろう。結社のことは俺に任せてほしい。アデルペイン、いいのか。結社は俺の獲物だ。貴様らは手を出すな。二度と俺の邪魔はさせんぞ。え？冗談だ。私も初めて聞いた。
なんだ、俺だって冗談くらい言うぞ。アデルペインが真っ赤になってる。からかうなよせ。いいじゃないか、からかわれるのは仲良くなった証拠だろ。そうだな。何か懐かしい感覚だ。もう何年も復讐しか考えていなかったから、お前には借りができたな。俺がドクトルを倒せたのはお前のおかげだ。何を言ってるんだ。俺は貸し借りだなんて思ってないよ。俺は自分が守りたいもののために戦ったんだ。今回は相手がたまたまドクトルだっただけさ。だからアデルペインが気にする必要なんてないよ。そうか、約束しよう。この先お前の戦いに俺が必要になったら必ず力を貸すと。ありがとうアデルペイン。その時は遠慮なく君の力を借りるよ。さらばだ。この道の続くどこかで再び会おう。みんなありがとう。また会いましょうね。彼はこの先もずっとあの体を背負っていかねばならないのだな。運命の一言で片付けるにはあまりにも辛すぎますね。ああ。だけどそれに潰されるようなアデルペインじゃないだろう。俺にはそう信じられるよ。